じゃあ時間になりましたんで、午後からのセッションを始めたいと思います。今日午後はですね、もう最初はこの電子発言情報を使い倒すということで、私ここのライセンスオブデータベースセンター、DBCレスのボーの90分話しますけれども、僕の話を90分聞くと多分寝ちゃうので、確実に他の若い実際にやっている人たちにちょっと交代交代でやってもらって、まあ、僕は半分ぐらい話させていただこうかと思っています。でですね、入ってますもん。大丈夫です。大丈夫。じゃあそれで今日じゃあどんな話をしますかっていうのを最初に簡単に説明しますけど、こんな風に今なってて、先ほど来というか午前中にもちょっと話題になってるこの統合テレビですね。の話を最初にちょっと15分ほど。させていただいて、でその後に、まあ、私自身45分、ここの統合プロジェクトでやってます発言統合という、まあ、活動の、まあ、発言情報の使い方 のやり方をちょっとやりたいと思います。で実はその遺伝子発言のツールの使い方はいろいろあってですね、ここでやってたら多分1日以上かかるようなものなので、それに関してはこの統合テレビを、まあ、見ていただくということで、それを、まあ、今まで遺伝子発言のツールの使い方を作ってきた小野というものに15分ぐらい話してもらいます。で、まあ、私自身のこの45分の話はこんな概略はこんなん でになってます。でその後にちょっと明日もお話がありますけれども、次世代シーケンサーとか、新型シーケンサーとかでああいうたくさん出てくる配列の情報を、まあ、転写情報、遺伝子発現情報だと見なして、やる解析に関してちょっとここでも、やってますというか、ここでも、そういうふうなサービスを立ち上げようとしてまして、それに関してまだちょっと途中なんですけれども、それ実際に手伝ってやってくれてますリサーチアシスタントの方の方から、この遺伝子発現解析の実際というのはちょっと、まあ、プライド義務なんですけれども、皆さんにこんなことやってますと、紹介してもらおうというのが30分というふうに思っています。ですので最初に、統合テレビの使い方での、じゃあこの方からよろしくお願いします。改めまして、DBC ですの小野博正と言います。で、まず最初15分ぐらいいただいてですね、今再三午前中からもちょっと川本さんの方からもあったと思うんですけれども、統合テレビという、ライフサイエンス系の、皆さん実際に研究されている場面でよく使うであろうデータベースであるとかウェブツール、便利なウェブツールであるとかデータベースについて動画で実際にこの動く様子を紹介するというサービスをですね、DBCLS の方でやってますので、それについてのご紹介をちょっと簡単にしたいと思います。で前のこちら画面に出てますけれども、ここの、LSDB のページには皆さん消えていますよね。ネットワークちょっと午前中不具合あったかと見たんですけれども、午後は大丈夫ですか？免許消した。あ、もしダメであれば適宜また手を挙げていただいて、スタッフ行きますのでよろしくお願いします。それでですね、統合 TV なんですけれども、この画面の下の方のですね、教材人材育成という部分にこういう統合 TV とありますので、こちらを、右クリックしていただいてリンクを新しく開いていただくと前に戻れるので便利になります。あ、でせっかくなので、Mac のブラウザ使われているから Firefox で見ていただけると今後ちょっといいので、ぜひ Firefox でで、こちらがですね、前開きました、皆さんのところにも開いていると思うんですけれども、統合 TV の、画面が出ていると思います。それで、これの説明や使い方についてですね、実は先だって昨日ですね、この統合 TV の、 そのまとめサイトというか、どういったものがこう置かれているかというのを整理して、皆さんにこう分かりやすくですね、見ていただくために、まとめサイトみたいなのがちょっと、公開されましたので、そちらの方を使ってですね、この統合 TV の説明をしていきたいと思います。で、この先頭のところにですね、ちょっと目立つところに統合 TV のまとめサイト、統合 TV、これキュレーテッドと言いますけれども、統合 TV キュレーテッド公開って書いてありますので、こちらまたクリックしていただいて、開きますと、こんなようなページが皆さんのところにも開いたかと思います。で、先
ほどあの Firefox の方がいいと言ったのはですね、ちょっと、インターネットエクスプローラーだとですね、この辺がちょっとレイアウトが崩れちゃいます。まだ現状、今後ちょっと対応する予定なんですけれども、今ちょっとまだこの辺が良くないです。で、Firefox で見ると一番あの綺麗にこう動きます。それでちょっとまああの触っていただいてですね、あのこう、なんでこういうのを作ったかっていうとですね、実はその東宝 TV を今まで3年弱やってきてるんですけれども、その中に入ってる番組ですね、番組がもう300本以上を超えてまして、なかなかその自分の見たい知りたいデータベースであるとか Web2 にこう到達できないという、あのいろいろなユーザーの方からの声などもありまして、そういった関係でもっとこう自分の調べたい、例えばここで言うとこういうカテゴリーごとに分かれてるんですけれども、例えばゲノムとか核酸ですね、 DNA に関係するなんかそういう解析をしたいとか、なんか便利に楽をしたいツールはここから行けば割とすぐ見つかるようですとか、例えば文献検索の方法ですとか辞書とか、またこういうライフサイエンスの情報収集に関してはここから行けばいいよみたいな形で簡単にこう到達できるような仕組みということでこれを作っています。それでですね、上の方に、まず、統合 TV をそもそもですね、今日初めて知ったという方いらっしゃいましたら手を挙げて、あ、大体半分今日ぐらいですよね。ではあの統合 TV ぜひ覚えて帰っていただいてですね、今後役立てていただきたいんですけれども、そういう初めての方向けにですね、こういう初めての方へというページが作られていますので、これを開いていただくとですね、初めての方へということでこの辺に書かれてますけれども、まず統合 TV というのはそもそもどういう経緯でできてきたのかっていう部分ですね。あの以前 その統合 TV の場面だと、その実際に番組がバーッと出てくるだけで、その辺の細かい話ですとか経緯っていうのは実は書かれてなかったりした部分がありますので、その辺こちらに書かれています。でそもそものモチベーションとしてはこの下の方にですね書いてありますけれども、そのどこにどのようなデータベースやウェブツールが存在していて、それらはどのように活用できるのかというのがわからないというのがやはり非常に大きな、あの現場で実験されている方なんかも感じられている大きな問題であるので、まあ、それを、クリアするというところを一番のモチベーションにおいてやっています。それであとですね、特徴なんかにも書いてありますけれども、基本的にはあの実際今日来られている皆さんのような、その実際にデータベースやウェブツールを使う方のユーザーの使いやすさを一番にもう徹底的に試行して、作っています。で、使いこなすんではなくて使い倒すっていうふうにこう表現をしているんですけれども、ただこう使うだけではなくて、もうそのデータベースのいいところを全部もう網羅的に、使うと、まあ、それをまあ使い倒すというふうに表現しているんですけれども、実際あまりこういうデータベースとかウェブツールに明るくない、今まで明るくなかった方もすぐに一からこう勉強していただけるようなものを目指しています。それで先ほどもまあ述べたように、こう動画でですね、こちらの画面でこう今でも動いてますけれども、実際にこう本などでよくありますけれども、こういうスクリーンショットを撮ってここをクリックしますとかあるんですけど、実際あまりその辺がよく分からなかったりするんですけれども、実際に作業している様子っていうのをこう映すことで、まあ、皆さんと同じ目線というか形で、動画で実際に操作をしているというのが、まあ、基本的な設計になって、まあ、いわゆる動画プロトコルみたいな形になっています。で、まあ、ターゲットとレベルと方向性なんですけれども、まあ、これも再三言っているようにですね、専門家の方は、まあ、専門 の そのデータベースは、まあ、当然使えるんで、まあ、それをまずとりあえず置いといてですね、もうちょっとその敷居を下げてですね、その初学者ですね、そのまあ学部生で、まあ、研究室に入りたての例えば学部生であるとか、修士課程の大学院生をまず一つベースに標的にしているのがあります。でもう一つはこれから例えば新たな分野の例えばデータベースであるとかウェブツールをこれからじゃあ使ってみたいなというような志を持たれている方
まあ、つまりはその実験ですとかその研究を効率的に進めたいと、データベースであるとかウェブツールを便利に使って効率的にしたいっていうような方を対象にしているので、中にはですね非常にちょっとこうそんなの分かるよみたいな形でここをクリックしますとかここを押しますとか感じで結構なんていうのかな、まあ、バカにしたようなっていうか言葉は悪いですけどバカにしたようなところまで、かなり丁寧に、紹介をしています。それでですね、まあ、実際にもう動画の見方に関してはですね一個一個例えば、この辺にですね、まあ、パブメドの使い方っていうのもいくつかですねあるんですけれども、よく使われるツールなんていうのでこう左側にこれを用意していますけれども、これらをクリックすると、先ほどの東方 TV のこういう先ほどのところですねが出てきますの でこの写真というか絵ですね、絵の部分をクリックするともう実際に動画がこのように再生が始まります。まあ、こういう形で動画とあとこういうキャプションっていうんですかね、字幕スーパーがこう出るような形で、番組が進んでいきます。で最近はですね、例えばそのこの文字の情報ですね、文字の情報なんかもここを押すと動画のスーパーが読めますなんていうボタンがありまして、中身がどんなことが書かれてるかというのだけでも例えば見たいと、まあ、これ例えば自分が見る必要があるのかどうか、分かる話を説明しているのかどうなのかなっていうのを分かるために、このように文字で全て字幕スーパーでこう出てますので、まあ、ここを例えば時間がないお忙しい方であればここをざーっと見てみて、なんか自分が知らないようなものが書いてあるものであれば見たりとかっていうような使い方もできます。またですね、例えば最近の番組ですと、まあ、一番最新なのは例えば6月の18日付のものなんですけれども、そういったものですとこういうダイジェストなんていってですね、ここを押すとその場面からこう番組の再生が始まるという、例えば、まあ、FX はちょっとあれなんですけど、まあ、このもの自体は知ってるんだけど、例えばこの辺の細かい使い方がわからないよなっていう場合はですね、この例えば中盤から再生をしてみるというようなこともできるようになっています。実はこれ早送りとか巻き戻しがちょっとできない関係で、まあ、こんなようにちょっと作ってるんですけれども、まあ、最初から見るんではなくて途中からこのように再生が1分50秒あたりから進んでるんですけれども、まあ、こんなような形で、紹介されています。でそれはですね、この辺は東方 TV の使い方ということで、先ほどのこの東方 TV キュレイテッドの方にですね、まあ、皆さんいろんな使い方ですとかその場面があると思うんですけれども、まあ、いろんな場面にこう適応するように一応作っていますが、まだまだまあ発展途上ではあるんですけれども、この辺ですね、データベースやウェブツールを検索するとかですね、あとですね、一応今使っていただきたいのが、あとこの東方 TV キュレイテッドのですね、この番組の一覧からキーワード検索というところがあるんですけれども、ここをクリックしていただくと、全ての今、313個ぐらい、番組が東方 TV の中に収録されてるんですけれども、その中の全部テキスト情報も全て含めて検索をしてくれるので、例えば、プライマー3というPCR のプライマーを作るソフトがありますけれども、これかなりたくさん見られているものなんですけれども、プライマー3っていう例えばキーワードだけ知ってたとして、この検索窓のところに打ちますと、プライマー3という文字列が入った番組だけ今3つ、ここまでなんですけれども、今絞り込みが
自動でされてます。あのインクリメンタルサーチといって字を打つごとにこう絞り込みをしてくれるので、例えば皆さん自分の何か興味のあるキーワードですとか何かで検索をしていただくと、例えば DNA なんてやると DNA が含まれているのは結構たくさんありますので、それでも313エントリーから今31個ぐらいに絞れてるんですけれども、まあ、こんな形で絞り込みがなされています。ちょっと皆さんのお手元でもですねやってみていただいて、その効果をちょっと実感していただきたいんですけれども、おそらくあの東宝 TV の今の本家のサイトで検索をするよりもこっちの方で検索をしていただいた方が早くあの検索されると思います。一応あの本家の方でもですねあの検索を用意しているんですけれども、あの午前中紹介した LSDB の横断検索にこうかかるようになっていますので、何か他の派生情報にこう検索したいなって場合はそちらからやった方がいいかもしれないんですけれども、単純に番組を探したいんであればこちらからやった方が早く見つかると思います。それで、まだちょっといろいろあるんですけれども、実はあの昨日これ公開されたばかりなので、ぜひ皆さんにですね使っていただいて、例えばもうちょっとこうした方がいいとか、こうすると探しやすいなんていういろいろ皆さんご意見今使われてですねお持ちになったかと思うんですけれども、そういったものもぜひですね、例えば、まあ、よくある質問なんかはこの辺にちょっと作ってあるんですけれども、まあ、この辺見ていただいたりですね、あとお問い合わせのところにありますので、こういったフォームから